今回は日本のジュース第67回で、ひふみのりとによるお祓いのエネルギー、イザナギの御事様のみそぎ祓いのエネルギー、祓い戸の狼様の清祓いのエネルギーを送ります。それではエネルギーを送る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまず最初に、ひふみのりとによるお祓いのエネルギーです。終わりました。次はイザナギの御事様のみそぎ祓いのエネルギーです。Thank you.
終わりました。次は祓い戸の狼様の清祓いのエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。